これにしよう。でん、印象に残っているセリフは、私ちょっとイモッチのセリフで好きなのあって、リーが、まあ、悲しんでいる時かな、泣いている時に、鬱陶しいですわよ。それがすごくあそこのセリフだし、あのシーンも大好きだなっていうので、はい、思いました。愛しいとですわよって共存するあ、でもあんまり苦労はなかったですね。確かにですわ的な口調、私そんなにやったことはないんですけど、でもやっぱ性格面が結構やっぱなんか近い割と近い、40に近いので、割とその感情が結構合わさっていけたので、口調の方も別になんかスラスラ割と出てきた感じはしますね。はい。泣いちゃうと流れてきた。やらないとね。よっしゃ。じゃあこれでいきます。ご自身のキャラクターの魅力は？おお。いいな。そうですね、まあ、さっき言っていただいたシーンにもあったように涙も出るし、なんか苦手だなも顔に出るし、なんかやってみたいっていう時にも人に声かけるのもすぐできちゃうというか、もう気づいたら声かけてるみたいなシーンがあってねえ、あれってさ、あの行動、なんか言葉、あの足、まあ、全てに現れてるなっていうところは、なんかすごく見てて気持ちいいなって思います。素直。そうなんです、埼玉なんです。私本当に埼玉出身の高橋で、今回、まあ、みんなオーディションだったと思うんですけど、はい、オーディションの時にあの81プロデュース高橋リエ、高橋リーナっていうのがすごいあのドキドキしちゃって、なんか役名も言うからこれ落ちたくないなってすごい、なんかいや結構まんまんな気がする。本当素直だし、まっすぐだし、自分の感じることを大事にしてるところに出ると思う。確かにリーもそのボート面白そうって思ったことを一番大事にしてて、でそのあれは苦手だけどでもボート面白そうを叶えたいから行動するみたいな、自分のなんかプラスの好奇心は絶対に諦めないみたいな、そういうところは確かに分かるなって思います。はい、お願いします。マジか、選んでもいいんだよ、選んでもいいんだよ、選んでもいいんだよ、見てもいいんだよ、全然バランス取ってね、いろんな話聞きたいし、はい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 、じゃあ参ります。これで、はい、今作で好きなキャラクターは、いいですか、じゃあ出たすごいぞ。もうでもいっぱい言ってるんですけど、姫が好き、私もずっとそばにいてほしい。それ好きですね。まあ、やっぱりそのもう距離感がすごい上手だなと思って、まあ、悦子もちょっとこう、なんだろう、気まぐれとか自分の中で自分でこう扱いきれてない感情を抱えてるところもあったりとかする中で、多分姫はなんか悦子自身よりも悦子のことをこう分かってて、感情の流れを分かってて適切な距離感で接してくれるから、だからこうあの悦子とずっと一緒にいられるんだろうな。結構ね、激しいもんね、気持ちの波が。激しいし、多分その普通の人からしたらこう絡みづらいというか、あ、多分姫と悦子が一緒にいるからこの碁にもこう慣れたところはあると思うので、その距離感で接してくれる姫が、あとね、あの、もう姫の大好きな頑張れ頑張れ悦子ね。でもすごすぎるな。愛だ。
壁を歩くみたいなシーンがあって好きなので姫です好きエツネよエツネくれはあでもなんか私はこうエツネってなんていうのかな端から見てるとこう素直じゃない感じに見えると思うんですけどただ私は案外素直だと思っていて、うんうんうん、はそうだからなんかこうすぐそうやってこうふてくされたりとか自分の中でわだかまり抱えてそれをなんか人にも相談せずにちょっとこう腐ったりするんですけどでも人から言われた言葉をちゃんと聞いてるんですよね、そうでちゃんとどこかで響いてるからその後の行動が変わってはしてるんですよね、そうちょっとねあんまり言うとあれなんですけれどもそうなんです結構それが大事なポイントとしてあるのでそれでやっぱ変化していくので実はなんだかんだちゃんと人の話を聞いている素直なところだと思いますおもう迷いもなくやってるはいおおこの際だから〇〇さんにこれを聞きたい。おー、名指しだ名指しだ。えぇ、ー、何これ当たると思わなかった。あはは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 これ当たると思わなかったけど何系聞くの何系何でもいいんですか流せるもの流せるもの流せる私結構海好きなんですけど、うんうん、みんなで海行きたい。あ、全然聞きたいじゃない。行ってこいと言わない。愛媛の海だったあっ、もうすごく綺麗だったじゃないですか、うん、だから私も行きたいなって思いつつでも一人じゃなくてこのメンバーで愛媛の海に行きたい。ボートをみんなでやるのはちょっと危ないから危ない確かに誰かいてくれないだろうまだ5人だけだと思うよすぎる危ないからグルメを一緒に食べたりとか海で遊んだりとか、うんうん、愛媛を楽しみたいけどいいですかいいよいいよそういうの絶対無理だよって人いますか？なんで全部友達がやってくれます引っ張ってってくれる人がいてほしい逆に何か別のことを提案したらやんなくて済むかもですよ何がかり超美味しそうに食べます私結構計画立てるの得意そうだけど、うん、そうっすねよくなんかいろんなところに遊びに行くから、うん、結構いろんなこと調べて、うん、一番最高の状態で、うわー最高めちゃくちゃ立てるけどでもその代わり乱されるとイライラしてるちょっと早く行こうよってなっちゃうじゃあタイムキーパーしてもらってはいあと3分でえ写真係お願いしたい写真に撮るカメラだ大事思い出がかり最高、うん、じゃあリエリー何残ってる美味しそうに食べて計画めっちゃ可愛いし写真も撮る写真も撮ってお金を出すよいいですかいいですかありがとうございます日本語声優様結構最後にも残ってるから ねたくさんあるけどじゃあ一番上、うん、これお今作の見どころは大事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 最後に愛されている原作がこうして、うん、まあ今までドラマだったり映画だったりで様々なメディア化をされてきたんですけども満を持してアニメで頑張っていきましょうが見られるということでまたアニメーションならではの表現だったりとかアニメならではのキャラクターたちの良さの表現の仕方っていうのがすごく現れている作品だと思いますし青春のきらめきが詰まった作品になっているのでこう、まあ、青春時代をね
もうエツ姉たちみたいに送ってきた人たちにも刺さるし、そんな青春なかったよって人たちにも、あ、いいな、青春っていいなって思ってもらえる作品だと思いますので、ぜひいろんな世代の方、いろんな方たちにたくさん見ていただきたい作品となっております。間違いない。そう思います。素晴らしい。全部言ってくれてありがとうございます。そうですね、抱っこ的にはやっぱりイモッチとの掛け合いがもう聞いてて気持ちがいいというか、楽しくなっちゃうような掛け合い、テンポの良さで喋っているので、その辺は楽しみにしていただけると嬉しいです。ツンデレ？意外と今声が。ね、思わせと思う。ここまでの気持ちは一緒。え、ツン？意外といないの。ツンデレ。確かにイソールなんかあんまりいないの。ツンデレはツンツンとデレが共存しているという状態を示しますよね。ツンデレの定義から。ツンデレの定義？ツンだけじゃダメだよね。そういうことですね。デレがある。エツネ確かに可愛いとかありますからね。デレが割合的にちょっとだけ出てくるって、うん、出てくるのよ。ギュッてするで、抱っこ2人、うん、抱っこじゃない、抱っこが一番なんかツンデレっぽいというか、キャラクター的にも確かに、うん、まあ、なんか一番ツンツンしてると言われたら抱っこかなって思って、うん、確かに、その中で実はイモッチのこと大好きじゃんみたいな、そう、あーあーっていう、抱っこのそういうとこが好きだから抱っこ描いちゃった。ありがとうございます、うん、イモッチ、いやもうそう、2人が言ってた抱っこの意味の反対、あもう抱っこのこと大好きじゃんっていう、うん、確かに、あそこ結局イモッチ、そうそう、面倒見いいしなとか、うん、声かける、どの観点、あ、ね、あ、私この人しかいないかも、しかいない、私もこの人しかいない、コックスってやっぱ、どうだ、なんか冷静さ、冷静さと声の話感覚と、は励ます力、うんうん、誰かが自分って書かなきゃいけないんだ、確かに、うんうん、私だって思った人はどうぞ、これで違った、やばいんだけど、違ったらねこれやばいぞ。ミック私、おお、ミックミックミック、やばい、いや、ミックになんかこばせられないなって。本当ですか？ミックにあんな重いオーラも持てるよ。持てるよ。もう決まってるの。ちょっと待って、早い。漢字？結構出てきたよね、インタビューとかでも。漢字って、タイトルが思いっきりひらがなすぎて。でもいろんな、ほら、いろんな文字あります。いろんな文字の中に入ってる。風景もあるよ、風景もあるね。え、二択なんだよね。何か目を細めて見たら、なんか外から見たら青に見えた。
とにかく壮大で綺麗な愛媛の風景がバーンと迫ってきまして、その中で描かれていく悦子たち5人のすごい繊細な心理描写がきっと皆さんの心を掴んでくれると思います。特に悦子はどの方もどこかこう共感できる部分があって、きっと胸がキュッと、なると思います。ぜひ劇場でその臨場感、没入感を味わって、悦子たちの、心理描写を細かな心の動きに触れてくださればと思います。どうぞよろしくお願いします。頑張っていきましょい。ぜひご覧ください。